東海大学附属大阪青笛高等学校。中等部は大阪府平方市にある私立の高等学校と中学校。昭和末期の高校生の急増期に不立の高校で収容できない生徒を受け入れる目的で新設された。全国に14高校、6中学ある東海大学の附属学校の一つ。段階ジュニア世代の進学する1980年代の 高校生急増期を控え、大阪府と大阪府私立中学高校等学校、連合会が協議し、生徒の受け入れ対策として、九百八十三年度、九百八十四年度には、私立学校も募集定員を増やす方向で九百七十九年九月に合意した。公立、私学とも従来の高校進学率の維持を基本とした上で、私学の高校生受け入れ努力、 条件整備に対し、府も助成することが申し合わされており、募集定員増加を検討する、養子中高連から各市学へ要請した。これを受けて、学校法人東海大学が、高校新設の設置届を大阪府に提出。1983年3月24日に認可され、4月13日に第1回入学式が行われた。この時、青生と、 同じく高校生受け入れ対策として、大阪産業大学高等学校大登校者と、奈美高等学校高槻学者と、手塚山学院泉川岡高等学校が同じく4月に、根校第一高等学校と、関西総加高等学校が1982年に、初芝高等学校富田林学者と四天王寺、国際仏教高等学校が1984年に、新設されている。 設置目的から、青笛製は長らく不律校の滑り止め校となっており、旧規制の上原工事の場合も、学力的に不律寝屋川高校に届かなかったため、青笛製に進んだ、と両親が著書で述べている。このため、青笛星の魅力工場へ1996年新たに中東部を併設。中高一貫校として、中高一貫教育を掲げたり、 東海大学へ入学しやすい東海コースを設置したりしている。付属校として東海大学への進学者の増加を図るため、早い段階から教育の連続性を見据えた接続教育の取り組みを実施しており、大学の特徴や良さを理解させ、各学部への入学を見越した進学指導を行っており、毎年6月から7月に高校1年から2年生と保護者を対象に、 東海大学学園全体説明会も開いている。2020年度の場合、卒業生366名のうち48名が、進学。学校側は、東海大学への進学に注力しているが、地理的なこともありあまり多くはないのが、現状東海大学の見学の精神として、創立者の掲げた4つの言葉の一つ何時の希望を、星につなげに由来して、 星を仰ぐとの意味から、仰ぐ星と名付けられた。また、星を象徴とした星を仰ぐ像も校内にある。2006年頃、高知のある氏名、平方や、不名、大阪を入れる解明案が浮上していた。なお、他の付属校は2012年、熊本県にある付属第二高等学校を、東海大学付属熊本星、小高等学校に、 静岡県の付属商用高等学校を、東海大学付属静岡商用高等学校と、解消したのを皮切りに、2016年に付属第3高等学校を、東海大学付属諏訪高等学校に、付属第4高等学校を、東海大学付属札幌高等学校に、付属第5高等学校を、東海大学付属福岡高等学校に、付属防用高等学校を、 東海大学附属市原防用高等学校などと、県名等の地名を入れた校名に変更しており、遅まきながら、青星も2018年4月、不明の大阪を加えた、大阪青笛星に改称した。下記は、主な年表だけ掲載。詳細な内容は公式サイトに掲載されている。高校千九十二名、中学三百三名鉄道庁の通学時間帯に、 青製の中高生の乗り降りの影響で、駅に相当な混雑が生じると大阪府議会で問題視された。なお、高槻市方面からは、JR 京都線高槻駅より、奈良市方面からは、近鉄奈良線学園前駅より、スクールバスが運行されている。高校、中等部とも、英数特進コース、総合進学コースの2コースがある。その他、空手道部が、 全国高等学校選抜空手道大会に、陸上部が全国高等学校陸上競技大会に、剣道部が全国高等学校選抜大会に、放送部が NHK 杯全国高校放送コンテストに出場している。付属校の中高生を対象に、才能の成長支援などを目的に、学校法人東海大学が実施する全国イベント。 14付属校の場合、文化8部門とスポーツ大会9競技で、東海大学の様々な施設を利用して、教職員と一体となって行われる。スポーツの場合1700人が参加。大阪青宮星から、剣道部や陸上競技部、柔道部、女子バレーボール部、ソフトテニス部などが参加している。模擬展や展示等を2日間にわたり各クラスで行う、文化の部と、 中高合同で行う体育の部がある。高校は4コースから1つ選択。中等部は次の通り。生徒募集対策室という名称で広報を兼ねた担当部署がある。高校入試の募集人員200名度の場合、他に中等部から約120名が内部進学する。2015年度の場合、受験者数701名で、内訳は平願受験440名。 宣願受験261名。最終的に382名が入学した。なお、不立校に不合格となった後に入学手続きを行う平願戻り率は英数特進18%、総合進学14%だった。1995年5月に野球部に所属の生徒が寮内で暴力事件を起こした。 加えて、大阪府幸野連への報告も遅れたため、部長と監督が、謹慎処分になった。いじめ暴力には、旧規生の上原孝二も上級生の、暴力で暴れ骨を折られる被害に遭い、上下関係の厳しさに野球をやめようと思ったと、述べている。2006年高校3年生の理科の選択必修科目で履修漏れが発覚。少なくとも2003年度から続いていた。 科学と物理の基礎を扱う理科総合 A、科学愛を履修するはずが科学として実施。生徒に理科総合 A の教科書も購入させなかった。なお、青生と同様に、大阪産業大学附属高校や、阪南大学高等学校、大阪学芸中等教育学校、西風高等学校、四天王寺は永久高等学校、 聖母女学院高等学校でも未利集が発覚した。ありがとうございます。